ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。ぜひこの旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。今僕がいるのは葛飾区郷土と天文の博物館といいまして、京成本線のお花茶屋駅から徒歩15分の位置にあるプラネタリウムとして葛飾区の郷土史が学べる博物館です。ちなみに葛飾区についてどんなイメージをお持ちでしょうか？帝釈天や映画男はつらいよの主人公トラさんで有名な柴又、それから長期連載が終了した亀有を舞台とした大人気漫画、こちら葛飾区亀有公園前発出所、滑舌悪いのでこち亀と略します。こち亀に登場する亮さん、人気キャラクターですね。それから四つ木と立石には大人気サッカー漫画キャプテン翼、そのモニュメントも立ってます。おおよそ世間一般の葛飾区に対するイメージというのはザ・下町、二大アニメの聖地、そういう印象があると。でも今回僕が取り上げるのはそういうことじゃないんです。今から遡ること500年前、関東地方はまさに群雄割拠の時代でした。今とは全くイメージが違います。長くなってしまうので簡単に言いますと、関東地方にも京都を本拠地としていた将軍の副将軍的なポジションで、ニュアンス違ってたらすいません、ご自身で補完していただければと思うんですけども、僕のイメージとしては京都に行った足利の将軍の副将軍的な意味合いで関東にも将軍がいたんです。しかしながらその将軍家の中でも内部争いがあり、この将軍を補佐する立場の上杉家、大きく4つあって、500年前の戦国時代には2つにまで減ってしまってるんですが、この2つの上杉家の間でもバチバチの内紛が起きているという、まさに血で血を洗う戦いの歴史がこの関東では行われてきたんです。そんな中でこの血みどろの関東の歴史を大きく変えてしまう一大合戦が行われたんです。その名も第1次河野大合戦と言います。舞台はなんとここです、葛飾なんです。補足します。第1次河野大合戦の前哨戦があった場所なんですね。本決戦は千葉県松戸市、後で現地に行って詳しく説明しますけれども、僕が副将軍って言いましたね。足利将軍家の副将軍って言いました。この戦いの中でなんと滅亡してるんです。そして神奈川相模を拠点とするあの北条氏ですね、北条氏が関東の覇者になっていくんです。そういう歴史の大転換点になったのがその第1次河野大合戦なんです。で、今回は、この大合戦が行われた現在の場所へ足を運んで、過去と今をつなぐ、そんな旅をしてみたいなと思います。そして、これを見ているあなたの葛飾に対するイメージを変えたいと思う。一緒に歴史のロマンを、この感動を分かち合えたらと思ってます。ぜひ最後まで見てください。じゃあ早速、今回の旅を始めていきましょう。
オープニングを撮った葛飾区郷土と天文の博物館から自転車でおよそ20分、青戸7丁目の御殿山公園に来ました。今はごく普通のどこにでも見かけるようなこの公園なんですけど、ここに実は500年前お城があったんです。その名も葛西城。オープニングで少し触れましたけれども、戦国時代のこの葛飾を含む武蔵の国は上杉家の領土でした。上杉家の支配下にあったのがこの御殿山公園と、そして向こう側にも青戸城址公園という公園があるんですけど、葛西城という城があったんです。葛西城について説明します。葛西城は政治的な役割はほとんど担っていませんでしたが、向こうに中川が流れてますし、大井川ですとかありましたので、交通の要衝としてとても重要な拠点だったんです。で、面白いエピソードを先ほどの葛飾区郷土と天文の博物館の学芸員さんから伺いました。この御殿山公園、道を挟んで向かい側に青戸城址公園があると言いましたけど、この真ん中の都心の大動脈環七が走ってるんです。環七を挟んで2つの公園があるんですけども、この環七の今の敷地も含めて全部葛西城だった。1970年代に環七の工事を始めるとなった時に、地質調査を始めるとこの場所から葛西城に関する出土品が大量に出てきたんです。今は本当にどこにでも見かける公園です。この動画撮ってるのは2022年の10月なので、でもおよそ50年前ですよ。博物館さんのご厚意でお借りした展示物の写真、これなんですけど、お城ですから戦いのための武器、矢尻ですとか刀ですとか、もちろん茶器や陶磁器、それから怖い話になります、女性の生首も出たそうです。びっくりですよね。現在そういった資料に関しては、先ほどから申し上げている葛飾区郷土と天文の博物館に所蔵されています。ご興味のある方は足を運んでみてください。繰り返しになりますが、京成本線のお花茶屋駅から徒歩で15分あれば行ける場所にあります。そしてもう一つエピソードがあるんですね。将軍の補佐役だった上杉氏、関東管領という職にあったんですけど、この上杉氏は2つに分かれてたんです。山の内上杉氏と扇ヶ谷津上杉氏、この2つに分かれてた。その当時の葛西城は扇ヶ谷津上杉氏の支配下にありました。扇ヶ谷津上杉氏で有名な武将を1人申し上げたら、多分ピンとくる人いるんじゃないでしょうか。太田道灌、江戸城を作った人ってなんとなく覚えてるかもしれない。彼は大木がやつ上杉氏の葛西、上杉氏を支える補佐する立場にあった。間違ってたらご自身で保管していただきたいんですけれども、第一次河野大合戦が始まるその前後に、当時ここに存在した葛西城を治めていたのは太田助政という太田道灌の子孫にあたる、孫かひ孫か甥っ子とか、その辺りの血縁は勉強不足で分かりません、分からないんですけれども、彼が任されてました。しかし第一次河野大合戦の前哨戦となる、この現在御殿山公園と名を変えている葛西城、ここで葛西城の戦いが起きまして、北条氏と戦うことになった。ですが戦力差が圧倒的に開きすぎていて、彼は少数の部下を残したまま現在の埼玉県の蕨市にある蕨城の方に立ってしまったと言われてます。ですので象が蟻を踏み潰すがごとくなんていう、あまり聞きたくもない例えが時々出てくると思うんですけれども、まさにそんな感じで葛西城があっという間に相模の北条氏が治める城になってしまった。それでは葛西城の雰囲気を感じていただくことができたと思いますので、第一次河野大合戦の戦地になった場所に少しずつ近づいていこうと思います。サムネイルにもちょっと残してますけど、僕がもう10年来使っているくったくたの自転車なんですけども、これと使って次は東側に江戸川ありますから、江戸川を越えて市川の方に向かいます。さあどんなものが見えるでしょうか、一緒に楽しんでいきましょう。
というわけで、先ほどの御殿山公園から自転車でおよそ30分ぐらいかかったんですけど、まだちょっと行き上がってるんですけど、ここは千葉県市川市の里見公園と言います。里見公園と聞いてえって思われたなら、まあ、勘が鋭い方だと。というのも第一次江の大合戦でこの里見公園があった場所に房総半島の南部、当時は阿波の国と呼ばれていましたけれど、この阿波の国の有力な戦国大名里見家の五代当主里見義隆はまさに今現在の里見公園に陣を張ってたんです。少しね話が脱線しますけど、第一次ということは第二次もあったのと思われたかもしれません。そうなんです、江の大合戦は2回にわたって行われています。第一次が1538年、第二次は諸説あるんですけれども1562年、もしくは1564年と言われてます。有名な合戦で例を挙げましょう。川中島の戦い、武田信玄と上杉謙信が5回にわたって激突した川中島の戦い、同時期で、そして織田信長が今川義元を破って天下統一への道へと歩み始めた桶狭間の戦い、1560年同時期なんです。同じ時期に相模の北条氏はこの場所で2度にわたって阿波の里見氏と関東の覇権をかけて戦ってるんです。すごいと思いませんか？全部同じ時期ですよ。ここにはですね、石垣があって、僕が初めて足を運んだので、お城があったとかなかったとか、そういうことなんですけど、今回のテーマから離れるかもしれないんですけど、この石垣の上の方にですね、第二次江の大合戦で戦死した里見家の家系の武将、それから里見家の重臣の武将がここで供養されてます。では、話を第一次江の大合戦に戻して、カラスがうるさくてごめんなさい。カラスの声、やかましいと思ったら、今僕が喋ってる場面、音量を下げて聞いていただいて構いません。で、話を第一次江の大合戦に戻します。里見義隆はここに陣を構えていました。それは先ほどお話ししました。第一次江の大合戦では、当時は北条氏は2代当主氏綱から3代目の当主氏康への代替わりの最中だったんです。話がまた取れましたけど、里見義隆はある人物をサポートする側にいた。それがお弓久保と呼ばれた足利義昭という人物。足利ですから将軍家の血筋、ね、彼をサポートする側にいたんです。足利義昭はもともと鶴岡八幡宮でお坊さんをしてました。足利将軍家の習わしで、後継者でない人間は内輪もめを避けるために漱石に入るお坊さんになるルールがあったんです。しかしながら、もともと鎌倉に本拠を置いていた鎌倉久保が何十年にもわたる戦いの中で、現在の茨城県古河市にある古河御所に本拠を移さざるを得なくなって、呼び名も古河久保に変わってます。まあ僕も聞きかじりなので間違っていたらご自身で保管していただきたいんですけれども、足利義昭は関東に2人も久保と名の付く将軍はいらないと、古河久保を滅ぼして俺がナンバーワン、オンリーワンの将軍になるんだという野望を持ってました。そこに立ちはだかったのが相模の北条氏です。足利義昭は足利の姓があること、将軍家の家系であることからうぬぼれがあったらしいんですね。聞いた話で、それで里見義隆は北条氏康が仕掛けてくるまで出るなって言ったんです。ところが里見義隆の忠告を足利義昭はですね、聞きませんでした。無視しました。自分は足利の家系だからこの意向に逆らえる者が一人もいないと侮ったんです。その結果は次の場所でお話しします。先ほどの里見公園から自転車で大体10分かかりませんでした。ここは矢切大阪という場所です。すぐ向こう側にですね、利根川百景の一つで演歌で聞いたことがあるかもしれません。矢切の渡し。この矢切の渡しの近くにある場所ですけれども、実はここが2度にわたる江の大合戦の激戦地と言われています。その証拠がここに記されています。ここに来るまでは僕も全くこういう形で実際にあると全然知らなくて、本当に助かるなと思って、僕も今一緒に勉強しているようなところもありますから、そういう風に掲げてあるのは
は本当にありがたいなと思っているんですけども、ここが河野大合戦の最大の激戦地だと言われています。詳しい情報はご自身で足を運んでいただくなりして、もっともっとこの河野大合戦について知る機会を増やしていただけたらなと思うんですけども、ただ一つ言えることは、先ほど里見公園に足を運びました。そしてこの場所で確か足利義昭は戦死したと僕は聞いてます。もし違っていたらそちらはコメント欄にご指摘ください。勉強させていただきますので。そして足利義昭には嫡男がいました。吉住という長男がいたんですけども、第一次河野大合戦の時戦死してます。足利義昭はもう本当に可愛がってたんでしょう。嫡男の吉住が戦死したと聞いて、同時にですね弟もいたらしいんですけど、名前忘れてしまいました。この弟も第一次河野大合戦の中で敵将に撃たれて亡くなってます。足利義昭は逆上したんですね。己北条めと、許さん、絶対に許さん、北条氏康俺の手で息の根を止めてやると逆上してしまったらしいんです。その結果足利義昭は返り討ちになりました。最後まで足利将軍家の意向にすがりついてしまったのかもしれません。歴史の皮肉というか、何と言っていいのかわからないんですけど、ここから先は僕個人の意見です。否定されてもしょうがないと思う。ただ歴史に刻まれた事実はおそらく新しい資料が出てこなければ書き換えられることはないと思うので、僕の個人が持っている室町幕府の意見なんですけれども、政治体制としては戦いに依存する未熟な政権だったんじゃないかなと思います。武力で他者を抑え込むことしかできなかった。鎌倉府が持っている権力基盤をもう少し限定的にすれば、もしかしたら関東と幕府本体のある京都等で対立も起きなかったんじゃないかなと思ってあります。わかりません、僕の浅い知識で物を言うんじゃないよっていうご意見も確かにあるでしょう。でもその反省が徳川幕府の政権運営に大きく生かされたんじゃないかなと感じざるを得ないんです。皆さんはどう思いますか？河野大合戦からでも室町幕府とそれに続く徳川幕府、一見すると別々に見えるこの幕府政治、もし何かご意見あればコメント欄にお寄せいただければと思います。それでは最後の場所に行きましょう。先ほどの矢切大阪から電車でおよそ30分ぐらいかかったんですけれども、ちょっと曖昧なんですけれども、ここは徳川幕府最後の将軍徳川慶喜の弟で幻の将軍などとも呼ばれる徳川昭武公が建てた都城邸と言います。 YouTube を見ている人は久しぶりかもしれません。僕は1年前に取材で足を運んでます。なんでまたここに来たのって思うじゃないですか。矢切大阪から都城邸までそんなに距離離れてないんです。もしここで気づいたなら鋭いです。今日は休暇日で空いていないんですけれども、僕の聞いた話では都城邸が建てられるおよそ350年ぐらい前になるんでしょうか。その計算ですぐ出てこないんですけど、この場所も相模の北条氏が河野大合戦の時に陣を張った場所だって言われてる。もし間違っていたらコメント欄で正しい情報を教えてください。確かここに北条氏康が陣を構えたって言われてる。歴史というのは本当に面白いなと思うのが、同じ場所であるにもかかわらず時代が変わればそのイメージが全く別物になるという側面があって、ここが本当に面白いと僕個人は感じてます。これを見ているあなたはどうでしょうか。懐かしさも余って都城邸に足を運びました。いよいよ次の場所で最後です。都城邸から自転車でおよそ10分、ここは松戸駅から徒歩で5分程度の場所にある相模大公園といいます。松戸なのに相模、何か奇妙なつながり感じますよね。第一次河野大合戦の時に実はここに相模の北条氏は本陣を構えたと言われています。そして後ろにちょっと広い敷地がありますが、ここに相模大城というお城がありました。1538年の第一次河野大合戦の時、北条氏康はここでお弓久保足利義昭を迎え撃ったんです。そして先ほども見ていただきました矢切大阪で足利義昭を討ち取るという、北条氏側にとっては快挙、敗れたお弓久保側にとっては屈辱の敗戦を迎えてしまったということですね。ちょっと駆け足ではあったんですけれども、個人的に使っている自転車に頑張ってもらって、僕自身も頑張りましたけども、今回は葛飾と松戸で500年も前に起こった第一次河野大合戦、第二次河野大合戦に関わる部分もお話をしたわけなんですけれども、
自身も楽しませていただきましたし、これを見ているあなたにとっても楽しいというコンテンツであったらいいなと思ってます。ここから先は余談ですが、その後の歴史を見ればご存知の方も多いでしょう。相模の北条氏は豊臣秀吉による小田原征伐の際に戦国大名としては滅亡しました。その後江戸幕府が開かれて徳川の時代になった時、南房総の覇者であった里見家も徳川府内の権力争いに巻き込まれて改易滅亡という悲しい結末を迎えてしまいました。あともう一つ、これは葛飾区郷土と天文の博物館の学芸員の方から教えていただいたことなんですけれども、江戸時代に入ってから関東地方にあったほとんどのお城は徳川幕府の命令によって破却といって取り壊されてしまいました。最初にご紹介した御殿山公園に三代将軍家光の時代までは鷹狩りの場所として利用されていたそうなんですけれども、その後は徳川幕府の方針が変わって使われなくなって、それから50年前の環七の工事が始まるまで荒れ地だったそうです。そこに城があったことすら人々は忘れていたそうです。そんなこともありますから、旅行動画と言えるかどうか僕は自信がないんですけど、この映像を見てもう一度過去と今につながる歴史のロマンを感じていただいて、そして今遠い東のヨーロッパで悲しい戦いが、こんな言い方はどうか分かりません、ある一人の野望を抱いた人間の妄執によって万単位の人々が犠牲を強いられているということを、やはり過去から歴史というのはただその史実を知って楽しむだけではなく、その史実から今を生きる僕たちが何を学べるかがとても大事なことだと僕は思ってます。そして今僕たちが生きるこの瞬間も歴史の1ページであることを僕は強く認識しています。このことを一緒に分かち合えたらいいなって思います。そんなわけで、そろそろ今回のプチ旅行を締めたいなと思うんですけれども、どうだったでしょうか。楽しんで見ていただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。また次の旅でお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。Thank you.